しゃぜしゃぜぜえあれいらっしゃいませ。おほーん、七瀬さん来てくれたんですね。あれお昼ご飯ですか。ああ、部活の前にね。そっちは休みなんでしょ、リハ。はい、じゃあなでちゃんたちは今日スタジオ使うんですね。あれ、え、マジで嘘でしょ。驚いてないで、ちゃんと接客して。今日はお客さんだよ。いやいや、そんなこと言われてもびっくりっすよ。先輩って喫茶店とかも来るんすね。僕を何だと思ってるわけ。喫茶店くらい使うよ。七瀬さん、カレー美味しかったからまた来るって言ってくれてたんだよ。余計なこと言って七瀬さん帰っちゃったらナルルンに請求するからね。マジかよ、注文も発生してないのに。安心して、今注文するから運べにね。おい待ってくれ、私の給料が。大丈夫だって、余計なこと言わなきゃ。ごちそうさま。参ったな、部活の前に食べ過ぎちゃったよ。うちのカレーボリュームありますからね。ここに限ってはカツカレーより普通のがちょうどいいかな。もしとんかつ乗せたら5000キロカロリーくらいあるっすよ。それ適当を言うな。ないない、そんなにない。ちなみに七瀬先輩ってなんでそんなとんかつ好きなんすか。なんかあったんすか。理由なんかないよ、ただ好きなだけ。んなんかって例えばなんだと思うわけ。とんかつに命を救われたとか。何それ、死んだ方がマシだね。それとんかつに聞かれたら気を悪くしません。まずくなっちゃうかな。てかそんなつまんないこと聞かないで、それは請求だよ。いやー、これは純粋な興味っすよ。いらっしゃいませ。あれ、みのりちゃん。お腹、お疲れ様。あ、先輩お疲れ様です。ここにいるって聞いたので迎えに来ちゃいました。そっか、ありがとう。それじゃあそろそろ行くよ。はい、またいつでも来てくださいね。よっしゃ、請求を免れた。お会計はこれで、お釣りはそこの募金箱に入れといて。よし、行こう、おな。はい、先輩失礼しますね。うん、行ってらっしゃい、頑張ってね。おのちゃん、あれわざわざ迎えに来てくれたの。七瀬先輩あんな不愛想なのに結構慕われて。あれ、何？どうした？って、これこれマサさんじゃん。先輩間違って置いてったんだ。これお釣り募金箱に入れたらワクチン何本分になるんだ。ワクチンもいいけど七瀬さん困っちゃうよ、追っかけないと。悪い、七瀬さん。今僕間違って万札出さなかった。よかった、これお釣りです。うん、お騒がせ、手元を見てなくてさ、悪いね。それじゃ、さすが。ん？どうかした？あんな面白ミスしておいて薬ともしないんだもんな、あの人やっぱすげえわ。それ本人の前で言ったらダメだよ、請求されちゃうからね。彩り緑セカンドシーズン第 9.5 話、オーディナリーピープル。尾形先輩が金髪の先輩で、天王寺先輩がメガネの先輩ですよね。はい、覚えてますよ。すごいですね、私なんて人の顔を覚えるの苦手で。実は私もなんだ。花ちゃんはしっかりしてるね。そんなことないです、お二人とも綺麗だし可愛いし。あと明坂先輩は無理やり連れ込んじゃう先輩で、運部先輩はなんというか。ああ、なるちゃんなら無理に立てなくても大丈夫ですよ。そうだね。そんな感じしました。先輩方みんなキャラが立ってますよね。濃いメンバーですからね、賑やかで楽しい職場。でも私から見ると1年生も面白いみんなが集まってるなって思うよ。なでしこちゃんとか。五十嵐なでしこですか。お、面白いといえば、え、面白いんですか。何かと面白いですよね、
こないだみんなでご飯食べた時一人だけお金持ってなかったり。あ、何ですかそれ。あったね、そんなことは。おお、先輩に迷惑かけて。今度怒っとかなきゃ。まあまあ、そう言わず。もう終わったことだしね。そうそう、なでしこちゃんといえば七瀬先輩が呼んでるなでってなんか良くないですか。おお、先輩が呼ぶとなんかかっこいいんですよね。ロックって感じがして。はなちゃんのこともはなって呼ぶもんね。みなえちゃんはどうかな。みなえちゃんのことはおのって呼んでる気がしますよ。なで、はな、おの、なで、はな、おの、二文字が呼びやすいのかな。ニックネームって言うんでしょうか。尾形先輩のアーリンもそうですよね。そうそう、彩り緑って結構あだ名多いんですよね。セリナ先輩はナルちゃんのことをナルルンって呼ぶし、ナルちゃんはシロナちゃんのことシロニャって呼ぶもんね。シロニャ、かわいい。はなちゃんもアーリン先輩って呼んであげたらいいと思うよ。きっと喜ぶんじゃないかな。あだ名って親愛の証って感じがしますもんね。あだ名か、そうですね。お疲れ様です。あ、みなえ、みな、おお。何かな。早速ミーニャ、ミーニャ、おはよう。ミーニャ、ミーニャって誰。誰じゃなくて、ミーニャはミーニャでしょ。まずは定着が目標だね。うんうん、いやー、すっごいっす。ナズナ先輩のお家、なんていうか、うん、なんていうか、何夢みたいな場所っすね。いろんなギターとか、ギターの部品とか、ギターの工具とか、見たことないものばっかりで。でしょ。私もたまにお邪魔するんだ。メンテはすっかりお任せでさ。よし。ネックが少し反ってたみたいだから、ちょっと調整しよっか。もっと弾きやすくなるんじゃないかな。本当っすか？すごい、職人さんみたいっす。お願いします。なでちゃん、ギターのお手入れとか苦手そうだもんね。なんとなくだけど。いや、あんまりそういう細かいことは分かんなくて、今度から気をつけるっす。苦手なのはアーリンもなんだけどね。え、そうなんすか。そこはあんまりバラさないでもらえると。ことあるしね。メンテナンスはこまめにだね。了解っす。一日一回必ず拝んでから必要にするっす。いい音が出ますようにってね。ダメダメ、笑い事じゃないよ二人とも。え、ギターのメンテナンスをないがしろにしているとギターのせいの怒りがどんどん積み重なって、積み重なって、ライブ中一曲ごとに弦が一本ずつぷつりぷつりと。恐ろしい。あ、私弦を張り替えるの苦手だし、そうだったらどうしましょう。大丈夫、そうならないようにギターのメンテはしっかりしましょうね。一曲で一本弦切ってたらお金もかかるしね。現実的な問題もあるよね。え？あ、いけない。みなえちゃんと約束してた時間、もうギリギリになっちゃったっす。おっと、遅刻しちゃダメよ。はい先輩方、今日はありがとうございました。私もう行きます。うん、みなえちゃんにもよろしくね。はいっす。それじゃあ、うわ、ギターだ。ソファから机に
けど、時間大丈夫？おー行くっす。失礼します。気をつけてね。はぁ騒がしい子たちよね。なんていうか、世話の焼きがいがあって、新学期からこっち、賑やかで助かっちゃうね、ナズナ。でも、もっとこまめにメンテしてほしい。ギター、ギターの役はもういいのよ。